ただいまからですね、この赤レンガの脇から入りまして、西側に抜けます。からこちらに入っていきます。皆さんの右手にあるこちらですね。はい。こちらは昔できたばっかりの時はお手洗いでした。ね、貴賓の方、あの大講堂にはお手洗いがなくてですね、こちらに尊貴な方がトイレが用のトイレがあったんですが、今はトイレではなく武器庫となっております。はい。で今日儀仗隊のものがね使っておりましたけども、そういった武器がねこちらの中に、格納されております。はい。はい、こちらの赤レンガですね、もともとここは兵学校生徒が探検を吊るすところでしたけども、今はこうやって帽子掛けになっております。はい。で結構古いものですね。でこちらの赤レンガは明治26年ですね。西暦で言いますと1893年に、完成しておりまして、あ、129年目ですかの建物になってます。あと軍家の一節ともなってます古高山、ね、この古高山もちょうどここから、見えるそうですね、あちらのが古高山の山頂となっております。はい。入港すると一番最初に、登山あそこに登るんですけども、そこで、大歌と言われる歌を歌いまして、ここまで声が伝わってきたら教官が丸っていう印をして合格にするという、そういった習わしがございます。まあその頂上で風向きの大切さというのを我々は非常に痛感するものでございます。はい。追い風の場合はですね、非常にいいのではないかなというふうに思います。じゃあよろしいですかね。はい。じゃあ進んでまいります。はい。はい。では2班の方、ちょっとここをですね説明いたします。はい。先ほど明治26年にできたというこちらですね、赤レンガの正面でございます。できたばかりの時はこちらに扉があったというふうに言われておりますが、で今はもうこれが取り払われて完全に、まあ、いわゆる船でいう露天看板がそのまま露出した状況となっておりまして、今日はうちの学校長の話もちょっとありましたが、船を模しているということですね、このようになっております。でこちら東西南北はっきりしてまして、こちら180度見ておりまして、ね、ということで常に我々のしつけとして今自分がどちらを向いているのかというのを意識するように、そのように定規付けを求められております。建物の特徴としましては、こちら床がですね、皆さんが今こうやって床、これ軍艦のこう看板をそのまま持ってきたものでございまして、材質としましては地域材が用いられております。はいはい。我々の制服のボタンとかに怒りのマークがこうあるんですけども、これと怒りのマーク、あちらの上にもこの怒りのマークがございます。これは海上自衛隊の非常にシンボルでございますね。ご視聴ありがとうございました。またお会いできることを楽しみに。